んにちは、モーリーです。本日8月30日インスピ男子中上級シングルスの試合の日であります。はい、前回中級の方運よく優勝することができまして、今日からですね、中上級優勝への道を突き進んでいきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。昨年にも一度中上級のクラスの試合出ているんですね。その時はもちろんまだ中級も優勝してなかったんですけども、いろいろと経験を積むという意味で中上級エントリーしたんですけども、ずっと見てくださってる方はご存知だと思うんですけども、2試合目でもう棄権してしまい、家に帰ったらすげえ熱が出てそのまま入院してしまったという苦い思い出があります。今日はひろみつさんもいないし、とても心細いんですけども、はい、頑張りたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、
you
行きます。
まいました。結果としましては第一歩としてはまずですかね。どうですかね。いやでも今見ていただいた内容の通りちょっとねまだまだっていうのは課題はたくさん、相変わらずのネットプレーはクソだし、いやまあ逆に言えばまだまだ伸びしろはたくさんあるということで、これからも頑張っていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。